ご飯食べましたね。ああ、腹いっぱい。腹いっぱいです。ちょっとレンと話してて、うん、あれだね。女友達。女友達。で、女友達な女の子と、本命の子の違いみたいな感じかな。うん、だから、その、果たして、昇格はあるのか、うん、どうすればいいのかとか。特徴とか、うん、心の処理の仕方とか。はい。でも、なんか、紙一重な気がするんです、私は。本当？いや、だから、例えば、うん、よく笑う子が好きですってタイプ言うときに、うん、友達もそうやったりするわけやん。確かにね。よく笑う愛嬌があって、で、そこはもう本当に、ちょっとの差で、変えようがない。例えば、顔が本当にタイプかどうかでしたとか、うん、もしくはタイミングかもしれないし。あ、でもタイミングはめちゃめちゃある。うん、なんかベースにある、その、E プラスの部分は、俺そんなに違わへんのじゃないかなと思って。俺、女友達になれる枠があって、うん、その中に恋人になる人がいるって感じ。うん、絶対に被ってる。被ってるね。似てるというか。だから段階として何にも興味ない人、うん、女友達の人、うん、彼女って感じやな。好きとっていうか。あるよね。だから人としてのプラス評価はプラス評価なわけやんか。でも例えばなんか笑い方がエグいとかさ。あれなのかな、もしかしたらマイナスが1個あることによって外れちゃうみたいな、のもあると思う。でもその評価基準は本当人それぞれやし、そうだよ、ね、なんかそれのだから何が悪いっていう話でもないと思うね。結構その女友達とその恋人の差は、うん、色気というか、性欲が湧くかどうかな感じがするんだよな、俺の中で。だからまああるとすればよ、その逆転があるとすれば、本当に女友達じゃないこう女性みたいな見方がパッて出てきちゃうみたいな何かがある時よね。それはイベントごとなのかもしれないし、ちょっとした仕草なのかもしれないし、全然冬とかっていう機会もあるし、でそれが本当別れた直後とかのタイミングかもしれないし、それは難しいけど。あ、でもレンの場合、女友達から昇格はないのかな。ないね。だからまあ、それでもめっちゃレアな気もするけどな。結構これは友達の線引きが結構ハードル高めの人やから、はいはい、そこまで来たら本当になんだろう、なんか恋人じゃないけど結婚してもいいなと思う。あ、うんうん、てか一緒に暮らしてるみたいな。はいはいはい。だから変な話、大学のね、仲いい男女グループの人たちはもう40ぐらいなんて、はいはい、結婚してない組でシェアハウスしようぜみたいな、はいはいはい、なんかもはやそのレベルって感じ。なるほどね。一緒には暮らせますよみたいな。確かにめちゃめちゃ仲いいもんな、その女友達とね。だからまあ一個は女友達ですね、悪いもんやとは思ってないから、それはそのなんか男友達にない、俺むしろ男友達より深い仲になれると思ってるんよ。はいはいはい。まあこれは男女の仲成立しないかするか問題とかずっとあるけど、いやそうだよね。だからなんか恋愛感情を超えた先の女友達は本当になんか男友達では絶対得られない関係性やと俺は思うよね。確かになんかポジティブな話ができたらその違う観点も教えてくれるし、うん、なんか意外とだから腹割って話すじゃないけど、はい、なんか男同士の方が意外となんか守るとこ守るというか、まあそこは話さんとくかみたいな。結構ね、女性同士もそのなんか女性ならではの悩みというか、その結婚のこのマウントの取り合いとか、そういうのもなさそうだもんな、男と喋ってたら。意外と深い話しちゃうんよな。そこまで割り切れるっていうのは難しいと思うから、恋愛感情持ってしまった時点でもうちょっと友達っていうのは俺はある一種破綻してんじゃないかなっていうのがあるから、それを抱えながらっていうのはね、辛いと思うけど。でも昇格する可能性があるから関係をやめられない。そうね。まあだからもう利用するかしないかの問題やと思うねんな、友達っていう関係性を。はいはいはい。利用するならそのまま5つ、なんか女を意識させるとか、タイミングを伺うとか、何かを待つやと思うし、それが嫌なら、それこそ玉砕じゃないけどさ、もう当たって。一回当たってもうそれ以上、どうせ友達としてもうまくいかないから。そう。いるのが辛いんだったら、もうはっきりと、私は友達として見てないですっていうのを、伝えちゃった方が、もう割り切れるんじゃないかなと思う。でも、まず、ほんと一番大事なことは、付き合うっていう相手のプロセスをなんか探った方がいいと思う。はいはいはい。きっかけ。うん。だからそれこそ元カノがどういう経緯で付き合ったのかとかは、どういう人好きになるの？もう俺みたいなタイプだったらもう絶対無理やから。ああ、そういうことね。うん、ああ、だから恋タイプなのかどうか探って。そう。とか。女友達から付き合った経験あるんだったらワンチャンありますよみたいな。そう。とか。ああ、そういうことね。ここら辺。いや、逆に言うとさ、そのからしか付き合えないっていう人もいると思う、ね。ああ、いると思う。むしろ、そこは会うのが一番価値観として大事ですみたいな。うん、友達ぐらいのなんか関係性で入れるとか。
の方が大切とか、なんかそこをね、探らないと結構むやみに女友達になってもって俺思うよ。でもさ、なんかすごい逆説的やけどさ、うん、その意識させる感じのなんか行動って後にさ、うん、何に恥ずかしがってんの私たち友達やんかとか言われるとさ、うん、逆になんか気にならない。あ、なるほどね。あ、もうまあだけどみたいな、うん、だから、まあ、恋愛仲いい友その女友達は別かもしれんけど、うんうん、大体の女友達ってさ、うん、ちょっと下心じゃないけど、うん、まあ昇格可能性がある子たちだから、うんうん、その子に、まあ、ちょっと、まあ、付き合ったらどうだろうみたいなとかさ、うん、言われた後にその関係をくっきり切っ切られた時は、うんうん、あ結構あおうっすみたいな。これはね結構俺、うん、女の子の使える技って特権な気がする。まあそうだね、男がなんか、いや俺ら友達やんって結構ひどい感じ出るけど、ああ女の子の方からね。全然ね、言えるよね、女の子はね。なんて言うの、うちら友達やんって言われたらなんかさ、ああ うるせえよね、なんか、ああその時の男弱いじゃん。弱いね。マジ残して。マーラだ、ね。あ、それだ、絶対。マジうぜ。あ、俺女友達の前だったらうんことか言えるわ。そういうラインやな。いや、意外とさ、俺女友達の方が下ネタ話すんだよね。あ、そうなの？うん。チンチンとか。うん。あ、てか、そういう、なんか、わけわからん下ネタな。あ、何？ポコティンポコティンみたいな。なるほどね。意外と。ね、素を出してる気がするね。なんで素を出して素出せんだろう。いじってくるはめっちゃあるよ。俺がちょっとでも、わざとじゃなく可愛い言動しようものなら、袋叩きを。あ、そうなんだ。マジで。今のレンタンを見て、ああもう、あ、裏でめっちゃ言われる。その電話した時に。あ、そうなんだ。俺のツイートとかさ、はいはいはい、読み上げられるよ。やっぱなんか元気すぎると良くないのかなって思わん。なんかよく喋る、よく笑う、うん、めっちゃ俺らプラスで出すけど、それはもちろんプラスなんやけど、うん、飲み友枠みたいなさ。あ、まあでも本当ムードメーカーみたいな子は、うん、そのコミュニティでは付き合ってないイメージがある。めっちゃ、ね、かみんなに好かれてるけど、そう本当に彼女枠じゃない、うん、あとさ、なんか、うん、結構大人数で居続けるのも良くないと思うよね俺。入り、入りがさ大人数ってやった時から、うん、で何人かグループで友達って、うん、なってたらさ結局ずっとそのまんまな感じがするよね。どっかでやっぱ2人に切り替えないと。逆にそうだね、2人に切り替わった時はめっちゃチャンスじゃない、うんうん、ていうか全然違うもんな、人って大人数でいる時と2人に。そうそうそう、だからまあその時で結構なんか1人の女性としての意識が働くと思うよ、うん、やっぱり、うんうんうん、あ、それはあるかも。すげえちゃんと話聞いてくれる子なんだとかね、うん、そこでちょっといつもと違う大人数でいる時と、うん、女性側もね違う一面を出すし、男、うん、側もなんか弱るし弱るし。特にさ、男の方もなんか友達になりやすいさ、うん、まあ、パーティーピーポーまで行かなくてさ、元気でわーってやってらっしゃってさ、うん、意外とさしやと弱くなったりするやん。あ、分かる。あ、でもそのギャップもありって感じ、ね、めっちゃ。でもなんかそれって本当、大人数でずっといたら発展しないから、うんうん、やっぱそれでちょっと女を意識させるっていうのは、ね、大きくテーマとしてあると思う。まあ、2人で会うが結構いいよ、うん、辛さもありつつ、うん、チャンスもあるんだよっていうのをちゃんと、うん、いや俺はもうめちゃめちゃチャンスあると思ってる、うんうん、まあ俺はちょっと特殊なだけでそうだよね、うん、だからこそ女友達のことを理解してるから、うん、女友達が別に内側に悪いとも思わないし、うんうんうん、てか友達として突っ切るのも俺一つの手やと思う、はいはい、だからレンみたいにもうなんか人生の宝ぐらいの、うん、そうそうそう、人間関係だから別に恋人としてね一緒にいるっていうことがその二人にとってベストかは分からないからね。俺彼女の時間も大事だけど友達の時間をちゃんと大切にしようと思ったのは、うんうん、なんか恋人ってマジで別れたら結構終わるじゃん、うん、そうね、関係だから恋人は一瞬だけどなんかその友達って一緒だなと思って、はいはいはい、友達もいいもんだぜだから男友達か。でもなんかその辛さも実は分かるっていうね、はいはい、仲良くできるけど私のこと女として見てへんっていうか、ね、うん、恋愛対象じゃないのに近くにいるって。あ、そうだよね。いや、辛いよ。辛いよ。その片思いは辛いよ。あの、一年みたいなグループの中の一人の子好きになっちゃった。ああ、いや、それ辛い。一年ぐらいマジで片思いしてて、うんうん、いや、このグループとか友達関係を壊すわけにはいかない。ああ、はいはいはい。そう。会えるんよな。うん。会えるし、遊べるし。だから、そうなることによって、関係終わっちゃうかもと思ったけど、なんか二人で一緒に帰ろうみたいなのをなんかするようになって、うんうん、距離縮まって、はいはい。1年ぐらいかけて告って
て付き合えたな、うん、ああ、やっぱそういうね、意識させてっていう、そうそう、大事っていうことですよね。でもまあその子と別れてそのグループは消えたが、うん、まあそうなるもんな難しいけど、近くに入れるっていうだけで、うん、めっちゃチャンスあって、いや、めっちゃチャンスよそれって。だって人としては好きにもう入ってるわけだから、そうだよね、やっぱそこは最初に言った紙一重やって俺は思う。